イソッチの自己肯定感低めラジオ。メリークリスマス、イソッチこと磯村智美です。メリークリスマス、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。配信開始の今日はですね、2020年12月25日クリスマスということで、クリスマススペシャル回です。前回の最後に言えばよかったのにあれね、企画考える考えると言いながら思考はもう死んでましたね、あの時ね忘れてた。そうそうそう普通に終わっちゃったってそうだ、それ言ったね。確かに収録終わりにあって、うん、結果3日前、2日前ぐらいにツイッターで募集させていただいて、ね、たくさんいただきましたよ。おお、意外意外。なんかね、そんなにあるかなってまず思ったわけですよ。ああ、なるほどなるほど。さすが皆さん自己肯定感が低い。いや、そこをさすがと言っていいのかどうかちょっとわかんないけども普段からやっぱり低いから、こういう時にねスッと助けてくれる隠し持ってるものをねなんで今日はクリスマススペシャル回なんですけども、はいはい、その前に一つだけ割り込みでいいですか。はい、どうぞ。前回クラブカプコンの話してたじゃないですか。はい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 。ずっとクラブカプコンの話してるようであれなんですけど、はい、いつお便りが来てるのでちょっと紹介させてください。ひくらじネームうさぎさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソッチさん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじは毎週楽しく拝聴しております。アプリも配信直後に入れましたよ。ありがとうございます。個人的にはシモンさんがツイッターで上げている編集後期やメール投稿フォームもアプリ内にあると嬉しいなと思ったりします。ほう、考えます。話は変わりますが、うん、シャープ26でシモンさんが話してたクラブカプコンの後継誌はキャップっていいのかな、 CAP エクスクラメーションという開放誌だと思います。ほう、2000円くらいの年会費で開放誌と様々な特典、ビデオや置き時計、システム手帳が送られてくるサービスで、開放誌が全15巻でした。ではでは、お体にお気をつけてということで、あの画像もね送ってくれたんですけど、ビデオってすごくない？そうそうそう、これなんだろうね、ビデオ送られてくるの。置き時計？置き時計ってあれかな、目覚ましで、あ、キャラクターの声で起こしてくれる的な。チュンリーとかの声で起こしてくれるのかな。キャハハハハ、やったー煽ってきてるないや、だって昔だから、まあまあ、そういうぐらいかなって思って。うーわーうーわーうーわなんかそういういや、前回ね、はいはい、シークレットファイルが後継に当たるんじゃないのっていう話してたんですけど、それではなく、またそれとは別にあるっていうね、いろいろ手広くやってらっしゃったんですね、カプコンさん。今そういうことになるんですかね。今ってさ、うん、ゲームメーカーさん、こういうなんか年会費を払って開放誌が来るみたいなシステムやってるところってあるんですかね。いやー、あるのかな。ない気がする。ないよね、どこもやってない気がする。まあ、カプコンさんね、キャラクターがいっぱいいるから、こういうことがね、やりやすかったのかもしれないですね。ちょっと欲しいもんな。わかる。なんか僕、コナミさんのほうほうフリーペーパーみたいなの集めてた記憶あるんだよな。あれなんだったかな。フリーペーパー、なんかコナミルクみたいな。はいはいはい、コナミルクあったね、新宿に。あれ、あ、え、新宿にある施設の名前だったっけ。うん、私はなんかコナミルクっていうゲームセンターの一角が、なんかこう等身大のフィギュアとかがあったりして、ときめもの。あれ、そうか、なんかね、コナミさんのフリーペーパーみたいなのがあったような気がしたんだよな。なかったかな。ほうほう、そうやって言われるとセガさんも大正ローマン堂とかあったりとか、 あの桜大戦のグッズを置いている、でカフェとか併設されてたりとかして、自社のこうキャラクターのブランドをいろんな方法で押し出そうとしていた時期だったのかもしれないですね。ここら辺の情報を集めてったら、あ、面白いかもしれない、ね、ゲームの歴史みたいなコーナーを作るか。すぐこういうところから作るって言っちゃう。どんどんディープなコーナーを作っていくことになっちゃう。それでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ。エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。改めまして、イソッチサンタです。うわ、シモンと仲いいです。
みんなに幸せを届けるよ。ちょっと待って、この番組が怪しくなんじゃない？ちょっとギリギリじゃない今、なんかそこのラインは。そんなに本意気に出さなかったよ。まあまあ、わかるわかる。じゃあ行く、やっていこう、エピソードをやれへんのかい。余計なことをやった。あ、大丈夫、あのこのイソッチサンタとシモントナカイはこれ以降一切出ないんだ。イビだけです、イビだけ。ヒクヒクなエピソードを共有して素敵なクリスマスの思い出に変えよう。このコーナーでお便りを採用させていただいた方にはヒクラジからささやかなクリスマスプレゼントを送らせていただきます。嘘みたいに感じてくる。トナカイから送付先についてご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。ちゃんとここはやります、本当に送ります。あ、そういうことね。嘘みたいな感じのことをやってしまったから、確かにね、真実味に欠けるかなと思って。その難しい振りやめてよ、素人だよこっち。本当だ。そうだね、うん、本当だね、うん、そうですね、僕からご連絡させていただいてプレゼントをどこに送りますかみたいなことをやらせていただくのでお願いします。じゃあ行きましょうか。ひくらじネーム、私がこの世界の神となるさんからいただきました、ありがとうございます。磯村さん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。番組の配信毎週楽しみにしてます。でちょっと抜粋して読ませていただきますが、はい、これは自分が小学4年生の時の話で、その年のクリスマスの時期にロックマンエグゼ4というゲームが発売されたのですが、うん、4からポケモンのように2バージョン発売ということもあり、発売前から友達の間でどっちのバージョンを買うかっていう話をよくしてましたと。ほう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 。このロックマンエグゼ4はレッドサンとブルームーンっていうのが2バージョンだったんですね、うんうん、自分は名前の響き的にブルームーンが欲しかったのですが、友達の間ではレッドサンが圧倒的に人気で絶対レッドサンでしょうという雰囲気でした。そんなの気にせずブルームーン変えようと思われるかもしれませんが、その時の自分は多数派に属した方がいいんじゃないかと思いレッドサンを買ってもらいました。ここですね、自己肯定感低めポイントね。ほう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 。結果友達が楽しくエグゼ4をプレイする中、自分はどこかモヤモヤしながらプレイすることになり、本筋のストーリーはどちらも一緒なのでそれなりに楽しめましたが、やっぱりブルームーンにしとけばと後悔したのを今でも覚えています。大人になってからブルームーンを購入しましたが積んでます。あー、あるある。長くなった&クリスマスらしい浮いた話でもありませんが、これが自分のクリスマスエピソードです。ほほー、これは2バージョンあるゲームとか結構あるじゃないですか、うん、僕苦手というか、なんかどっち買ったらいいか分かんなくなって結局買わなくなっちゃうんですよね。わかるわかる。どっちにしかいないキャラみたいなのされるとなんでってなるじゃんこっちは。これそういうことなんですかね、どっちにしかいないキャラがいるのか。ポケモンとかはそうだった気がする。あ、そうなんだ。なんか確率が違うとかじゃないんだね、うん、最近出たやつなんだっけ、ソード&シールド。ソード&シールドは、うんうん、ジムリーダーが違うみたいな話を聞いた気がする。じゃあ結構ストーリーも違うねきっとね。大まかなストーリーは一緒だけど、うんうんうん、行くジムが違うみたいな。うちの息子もソードをこのクリスマスにご希望ですから、シールドとソードの違い分かってないと思うんだけど、ちゃんと調べといた方がいいんじゃないですか、お父さんが。ここはポケモンのソードがいい、バリア張るやつって言ってたから、いや多分シールドだと思うんだよな。そんな気がする、名前からして。子供の頃って別のやつを買っちゃうとこう話題についていけなかったりとかするから。あー、確かに確かに。友達同士で交換とかするために2つあったりするんじゃないのかな。そう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 、そうだったはず。なんか昔のポケモンって線でつないでゲームボーイ同士をなんかやってたよね。やってたやってた、うん、だから本来そういう意味で言えばみんな同じのを買うんじゃなくてバラバラのを買った方が本当は効率的にいいみたいなね。そうそうそう、いいんだろうけど友達の輪の中から外れてはいけないんじゃないかっていうのはきっとありますよね。あー、子供なりに、うん、どうなんだろう。でもブルームーン派が多い地域とかもあったのかもね、うん、あ、そうかもしれないね、うん、これなんで絶対レッドサンでしょっていう流れだったのかがちょっとよく分かってないからあれだけど、でもなんかレッドサンって名前が男の子好きそう。正統派ヒーローと、そうそう、赤いヒーローみたいな。ブルームーンちょっとライバルみたいな感じだもんね。そういうことかな。でもそんなもんだよねきっと感覚としては。うん、多分そうだと思う。ね、もしかしたらねこれが後々の自分の自己肯定感につながっちゃう可能性があるかもしれないね。あーはーはーはー、子供の頃から欲しい方でいいんだよってこう、そうそうそう、周りのねお子さんにはぜひそうね言ってあげてください。大人として
私がこの世界の神となるさんが神となった暁にはでは続いてのお便り、ですね、ひくらじネーム塩パーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、メリークリラジワ。メリークリラジワ。クリラジワ。クリスマスといえばプレゼント。私は当日お付き合いしていた女性へのプレゼントを買いに普段行かないようなおしゃれなお店へ向かったのですが、お店の前に着いた時、ふとオタクな自分がこんな店に入ったら店員さんに変な目で見られるのではと思ってしまい、結局そこから小1時間ほど店の近くをブラブラしてから意を決してお店に突入。自分が思っていたようなことはもちろん起きず、店員さんの丁寧な対応やアドバイスのおかげで無事にプレゼントを買うことができました。自己肯定感が低いがゆえに、おしゃれなものはもちろん、オタク系の買い物も店員さんの目が気になって店頭で購入するときは少しではなく結構な時間をかけてからレジに向かうことが多いです。自分が店員だとしてどんな人が何を買っても特に気になることはないのは分かっていますが、なぜか自分が買う側になるといろいろと考えてしまいます。お二人は過度に他人の目を気にしてしまうことってあるでしょうか。長くはなりましたが、来年もひくらじを楽しみに日々頑張っていきたいと思います。お二人とも良いお年を。うん、ははー、この塩パーさんのエピソードはもうど真ん中ですよね。わかります、わかりますね。服を買いに行くときにちゃんとした服を着てないとダメかなって思ってしまって、わかる、こいつ買わないんじゃないみたいな雰囲気を出してしまうというか、うんうんうん、ラフな格好で行くと、はい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 、はい、結構いろいろ考えますよ。僕よく行くお店あるんですけど、ほいほい、よく行くお店の服ばかりを着てそのお店に行ったら、こやつここしかないのかって思われるんじゃないかと思って、あれ逆じゃない、絶対買うでしょこの人って思うんじゃない。いや、この人ここでしか服買ってないのかしらって思われるんじゃないかと思って、うん、別のお店で刺して着たくもない服をちょっと買ったりもしてます。あー、でも確かに、うん、女性ものの店舗とかだと、うん、そこのお店のものを着ていくと、うん、あ、それうちのですねみたいなことを言ってくださる店員さんがいるんだけれど、はい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 、その言葉の裏に、うん、それ何年前のじゃんっていうお前なんか流行遅れてんだよみたいな感じのことも含まれてんのかなってちょっとドキッとしてしまうの、はいはいはい、あーわかるわそれは。でもコートとか欲しかったら1年で買ったりとかしてもいいんだけど、特にそんななんか前と買ったのとそんなに色も丈も変わらないし今困ってないしとか思うと、うん、大切に着て ね、 そうね、クリーニングに出してみたいなことをしてて、うんうん、そんなすぐ欲しいわけでもないみたいになっちゃうとね、はわわはわわみたいな、たまにしか買ってなくてすいませんコートみたいな気持ちになっちゃうこの投稿にあるようにプレゼントって難しくないですか。あ、自分のものじゃないと余計悩むんですけど、クリスマスとか誕生日にあげなきゃって思ってるから多分それは悩むんですよ。なるほど。あんまり私こだわらない感じの人で、誕生日会で集まりましょうみたいになるのが一番困るの困ってるやんやっぱそうなの、その人のなんか誕生日会ですって言って、うんうん、誕生日会ですって言われちゃうともうなんか持ってかざるを得ないじゃない。そうね。でも、うん、その期間中にその人が好きな例えばキャラクターのコラボアイテムがあるわけでもないし、うんうんうん、例えばね、私すごいパイナップルが好きなんですけど、5月にはパイナップルそんなに最盛期じゃないじゃんそう、そうですね、はい、だからきっとみんなにもそういうことがあると思うんですよ。なるほどなるほど。ってなるとなんか普段見かけて、うん、あ、これ誰々ちゃんに合いそうとか思ったものを急に送りつけるみたいな方が多い。なんかでもそれはそれですごく素敵ですね。そうかしら、いいなって思いました。僕やっぱりなんかその誕生日とかが近づいてくると一生懸命考えるんですけど、ほうほう、いらなかったらどうしようとかね、やっぱ悩むタイプなんで。結構近しい友達とかでもそうなる感じ？近しくても悩みますね結構ね。なるほど。聞くってこと、何がいいみたいな、近しかったらその友達がくれたものから割り出すみたいのもあるあー、なるほど。なんか毎年ちゃんと誕生日プレゼントをやり取りしてるのって、うん、松浦千恵ちゃんぐらいなんだけど私は、はいはい、なんかね千恵ちゃんがちゃんと覚えていってくれて、うんうん、後になってもこれすっごい後だけど誕生日プレゼントだよってくれるので、割とそれは気が楽だったりとかして、こっちもじゃあ次会うときになんか誕生日プレゼントという括りでいいものを見つけたらあげようみたいな感じになっているんだけれど、コーヒーをもらったから、うん、あ、こういうものがいいのかなと思って、うん、紅茶派なのちえちゃんは。だから紅茶をプレゼントしたりとか、なんかそう
鏡のようにリフレクリフレクちょっと角度を変えてそう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 、へえ、なんかねコーヒーはね飲むと頭痛くなっちゃうってちょっと言ってたからコーヒーはダメだわって思ってあ、まあまあまあでも確かにそれだけねやり取りができてたらあれだけどね、うん、なるほど。でも特に誕生日とかじゃないけどこれいいなって思った時にあげるっていうのはすごく見習おうかなって思いました。本当ですか？たまたまよ本当にそういうのが来る時はいやでも素敵だなって思っちゃいましたね。本当にそんなすごいことじゃなくてガチャガチャとかで、ああ、これ友達が言うてたガチャガチャここにあった回したろうみたいな、なんかまたしょっちゅうガチャガチャ回してる人みたいね、ガチャガチャいっぱい回してる人みたい、じゃあ次いきますね。ひくらじネームクロさんからいただきました、ありがとうございます。あざーす。いそちさん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじはクリスマスに関するひくひくエピソードということで、僕が一生抱える悩みを聞いてください。一生というのも実は僕の誕生日が12月24日クリスマスイブなのです。あー、おめでとうございます。しかし僕自身はクリスマスイブという言葉のイメージからかけ離れた陰キャであり、そのギャップになんとなく羞恥心を煽られてしまいます。また誕生日当日も世の中浮かれきった空気に水を差してしまうような気がして、友人にもなかなか言い出せません。気にしすぎなのは分かってるんですけどね。長文失礼しました。メリークリスマス。はあ、メリークリスマス、おめでとう。おめでとうございます。クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントを一緒くたにされてしまう悲しい運命の方ですよね。そうだ、親の都合が引いちゃう人だ。あのカッキー、柿原哲也くんが、そう、僕もカッキーさんの話しか出てこなくてクリスマスじゃない、誕生日が。でなんかやたらやっぱりおしゃれなちっちゃい水晶で作ったツリーのオーナメントとか、なんかそういうのをもらったりとかするっていう話を聞いてたから。カッキーさんでもそうなんだね。うん、なんかほらカッキーさんって自分のことを素直に言いそうと思って、クリスマスだけど誕生日だよみたいなこと言ってくれそうな気がするんだけど、近しい友達にはそうかもしれないね、うん、そっかそっか、そりゃそうだね。現場で例えば一緒になって誕生日ですよねってくれるぐらいの距離だと、うん、相手が何を好きだからとかもねそこまで喋ってないけれど、とりあえずでも今一緒のこうね現場だから、はい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 、感謝の気持ちを伝えたくて選んでみた季節柄のものみたいなのってそういう感じになりがちな気がする。あ、でもね、あの杉田さんがね干し柿あげててすごい高い干し柿なの。え、めっちゃいい干し柿だったんだけれど、めっちゃいい干し柿ってすごいワードだな。高い梅干しとか一粒めっちゃ高いじゃん、うん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 、ああいう感じのこれすごい干し柿だからってあげてて、はいはい、カッキーが干されないようにって言ってたのいや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 、わあ、その発想ないし、うん、本当に高いやつだって思って、なんかダブルで面白くってそれすごいね。でなんかねカッキーが1個くれたその干し柿あげるよっつってだからカッキーさんと同じ星の元に生まれたダナークロさんっていう気持ちになってました。クロさん、クリスマスイブが誕生日なんだって、うん、いいと思いますよ本当に。言っちゃえ言っちゃえ、ね、覚えてもらえるじゃない、うん、そんな気がする。僕だってカッキーさんの誕生日1回しか聞いてないけどやっぱりずっと覚えてるから私も干し柿とともにそれは杉田さんの功績だと思うけどやっぱ黒さん持ってますね。そうですよ、クリスマスのエピソードを募集したらそこが誕生日っていうのはなかなかだと思いました。本当です、おめでとうございます。改めましてクリスマスコーナー前半戦はここまでです。後半もお便りをご紹介していきます。この立ち筋、まさかお前は人斬りのひくらじ。ではでは、クリスマスエピソード後半戦に行きましょう。ひくらじネームドブネズミさんからいただきました、ありがとうございます。超こんにちは、43年間の中で初投稿です。いいのかい、43年間封印を守ってきたのに、ね、アカシアサンタだったらここで鳴ってますよ鐘が鳴ってますよね僕もここの一行だけで心を全部持ってかれちゃったんですよねドブネズミさんに続きをじゃあぜひ。小学3年になる可愛い姪に僕がサンタとなり、深夜何かプレゼントを贈ろうと考えました。素敵ね。姪はすでに23日からお手製の真っ赤な長靴を枕に置いて寝てまして、
僕が深夜その長靴をこっそり覗くと、めいのメモが入ってて、読むとサンタさんへプレゼントは4万円以上のものをお願いねとねだるのにタメ口で書かれており、僕はおいおい4万って指定されてるぞ、しかも結構な額やなと額にビビってしまい、僕がメモ書きでサンタより1万円負けてくれませんかねとサンタのくせに握るお願いをしてしまいました。結局1万円負けてもらってぬいぐるみを買ってあげました。最近の子供ちゃんは容赦なしに恐ろしく感じましたよ。でも3万円じゃん。これ高いよね。高いよねっていうかすごいなと思った。ねえ、ね、すっごい大きいやつなのかな。テディベアさんじゃないですか。それはそれはちゃんとした。でもやっぱりめいっ子さんが可愛いから。めいっ子さんは結構あれですかね、小学校高学年とかかな。どうなんだろう。プラチナゲームズの神谷秀樹さんって、はあ、はいはい、あのベヨネッタとかの手掛けられているディレクターさんがよくツイッターでめいっ子さんとの会話みたいなのを書かれてるんですよ、うん、で私めちゃくちゃそれが好きで神谷さんはあのラジオで一回ゲストに来ていただいたことがあって親近感を持ってる、勝手にね、うんうんうん、一方的に持ってるっていうのもあるんですけど、ぷよぷよの体験版をスイッチでなんか送ってあげたらしいんですよ、うん、ダウンロード版のなんか体験版みたいなやつってデジタルで送れるんだよね。そう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 。そしたらなんか電話が来て、うん、留守電にぷよぷよのね体験版がね面白かったから本物ちょうだいっていうのが音声がアップされててツイッターに。音声アップしてんのか、すごいな。そうそう、それ夜中にめっちゃ笑った一人で本物ちょうだいってすごいなって思って。でもなんかそれはすごいあれじゃない、すごくわかりやすくて可愛いなって思ったけど。まあでもそういう感じなのかなっていう。いやでも4万円以上のものをお願いねって金額だけ設定するのは逆に難しいよね。4万円以上だけど全然欲しくないものが。プレイステーションやはりゲーム機か。そうか、ゲームじゃないかもしれないんだもんね。うん、女の子だしね。4万円以上の女の子が欲しいもんって何なんだろう。アクセサリーとか。お子さんで。でもわからないよ、だって今のお子さんたちは。あ、そうか、ね、確かにアナスイとかね出てるもんね。そう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 、あの子供のラインの結構ね。おしゃれ大好きさんだったりとかすんのかな。まあもしか服とか。でも服はさすがにプレゼント怖いか。でもね、サンタさんが選んだ服ってなるじゃん。なるなる。やっぱりそしたら赤い服かなってなっちゃうしね。普通にサンタ服じゃないのサンタガールの服が4万円以上ね。あれしか持ってないやろみたいなイメージだもん。あと1万円なんだ、半額とか言っちゃえばよかったのだからやっぱドブネズミさんはすごく優しいよね1万円でいいんだ。優しい。でももう23日からって書いてるから、あキワキワなのかなこれ。もうこのやり取りをしてすぐぬいぐるみを買ったっていうのもなかなかだと思うな。大切にしてもらえるといいね、そのぬいぐるみが。いや本当ですね。ちなみにね、はい、神谷さん、おっと神谷さん神谷さんがそのツイートの下に、はい、おじちゃんが作ったワンダフル101の体験版は手つかずでしたこれ神谷さんに送るべきですかね、プレゼントを勝手に引く引くあ、採用されてる。そんなこと言ったらカッキーさんと杉田さんにも送らなきゃいけなくなっちゃうよそうだ、確かにそうだ。危ない危ない。じゃあ次いきますか。ひくらじネーム白い怪盗さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近 LINE にハロウィン、クリスマスなどの言葉を送ると特定の演出がされます、うん、それが出るたびに、俺明日仕事なのにクリスマスなんてイベント思い出させやがってと相手に思われるんじゃないかと思って特定のワードが出ないように送りますあの演出編集で個々人で外したりできないのかなと思います、うん、あれね、いつの間にあんな ね今回のこのイソッチにクリスマスのお題募集するやつ、バナー作るねって送った瞬間にパーンって出ました。なる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 。でもなんかちょっと興味があるのは、この特定のワードが出ないように送るっていうのは一体どうやってクリスマスをなんかこう言い換えるのかな。12月25日ですからとかそういうこと。24日ですからみたいな。あ、これ最近のあるあるですね。これはこれは本当にいいポイントをついてきた投稿でしたまあちょっとここまでね、たくさんのお便りの中からちょっと厳選して読ませていただいたんですけど、はいはい、ね、イソッチのラジオですから、わしかイソッチのクリスマスエピソード聞きたいでしょう皆さん。イソッ母が、はあ、鳥があんまり好きじゃないんですよ。鶏肉が、はあ、なのでクリスマスに鳥が出てくる可能性っていうのがすごい低くて、ああ、なるほど。で一時期はケンタッキーに、うん、はいはい、あの
フライドフィッシュが売ってたんで、はい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 、はい、私はチキン食べるけど、うん、母はフライドフィッシュ食べればいいよっていう分担ができて、はい、その時期だけチキンはあったんですけど、はあ、ここ最近、うん、もうフライドフィッシュが売ってないのケンタッキー。あ、そうなの？メニューからなくなっちゃって、はあ、でまあ鳥がね全然登場しなくて、うん、クリスマスだっていうのにですよ、うん、すき焼きとかやるんですよクリスキクリスマスすき焼きの略ね今。あ、すき焼きだとさ、はあ、ケーキも合わないからケーキ買ってこないし、うん、えーってなるでちょっとチキンとケーキはって一応言うわけです、うん、まあすき焼きはすき焼きでいいんだけど美味しいんだけど、ね、豪華な食事ですよ。そしたらなんか、うん、チキンとケーキっつってポンって置かれたのが、うん、すき焼きを混ぜるためのあの卵とプリンで、うん、チキンは将来性を加味してのチキンっていう。いやいや、チキンにはなってないからね。ならない前に食べるんだけど、もうそういう感じなんですよ。ちょっと待ってくださいよ。もっと華やかなロマンスあふれるエピソードはなかったんですか？ない、ね、ないの。今年は買ってやりましたよ、うん、予約してやりましたよチキンを。あ、ケンタですか？ケンタじゃないな、なんかなんとか鳥なんとか鳥の最近はほらお取り寄せが、はいはいはい、流行ってるから ね先に注文したれと思って。あ、じゃあそこの特製チキンがなんかのチキンが来ますなんかのチキン。でもね、クリスマス当日はダメで、うん、20日に来るの。当日ね、すごい混み合うからだよねきっとね。そうそうそう、うん、で冷蔵なのか冷凍なのかちょっといまいちよく分かってなくて、どうしよう、スペースがね、冷凍庫いっぱいだなみたいななんかね今そわそわしてる。ちょっと待って、もっとこうイルミネーションを見に行きましたわとか。あ、見に行ってもなんかイルミネーションってそんなって言っちゃあれだけど、うん、そんな楽しくなくない？あのね、完全同意ですねこれね。わわかりますよ。新宿高島屋のタイムズスクエア行く通りが綺麗になってるとかで、あー綺麗になってんなっていうのは受け入れられるんだけれど、これイルミネーションだけを見にどっか行くというのは、そうそうそう、なんかなっていう。こういう時あれですよね、パーソナリティの片割れがいやいやいそっちもイルミネーション見に行こうよって言えればいいんだけど、同意しちゃうから終わっちゃうんだよね、うんうん、そうなんだよね、うん、でもなんだろうな、あのハロウィンは好きなの。お、そうなの。あのハロウィンのオレンジの色と、うん、紫のコントラストはすっごい好きで、はあはあ、あと、うん、コウモリだとか、うん、クモとかっていうモチーフ、はいはいはい、魔女とか、はい、黒猫とかっていうモチーフが好きで、はい、だいたいイルミネーションって10月ぐらいからやり始めたりとかするから、はい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 、早く行けば、うん、ハロウィンってことになるわけよハロウィンみたいなこともやってんの、なんかイルミネーションで。なるほどね。なんでそれはあり。あ、でもクリスマスは緑と赤じゃん、はい、で緑と赤っていうあんま組み合わせ好きじゃないんだよねクリスマススペシャル回で色の話よ、色の話。わかりますけど。さあ皆さん、クリスマスのエピソードはいかがだったでしょうかイソッチのねクリスマスを皆さんちょっと覗き見できたんじゃないでしょうか。そう、ね、今年はだから、うん、ちゃんと鳥とケーキを頼んでるから、うん、そういうのが見れますよ。これね、イソッチのツイッターか何かで載せたるよ。やったそれ見たらすぐリツイートあれだっていう言ってたあれだっっこれですかっつってそうなの。終わりますかはい、はい、たくさんのお便りありがとうございました。クリスマスの自己肯定感低めエピソードでした。ひくらじということでエンディングのお時間となりました。どうなんでしょうね皆さん、どうだったんでしょうか。ええ、ね、あー、あるあるってなったのかねえ何の話も膨らんでない。いや、この合間に喋ってたエピソードの方がちょっとなんか重かったからリカバリーが効かなかった。あー、そうそう、私がクリスマスエピソードなんかって言われた時に2つ思い起こし、はいはい、うちの母鳥ダメの話か中学の頃の友達の話かどっちかなって思って、はい、いやでも中学の話は私じゃないじゃんって思って我が家庭の話にしたんですけど、はいはいはい、あの簡単にかいつまむと、国語のテストでサンタクロースはいないっていう文章が出ちゃって、はい、
信じていた友達がもうそこから愕然となってしまって全然テストできなかったっていうエピソードでした。いやー難しいよね、信じ続けるためにね、うん、そういう情報を全て遮断するのは難しい、本当に。そうだ ね、いやでもそのテストが出なければ、いつまで信じていられたのかな友達はっていうね、ちょっと確かに、ね、見てみたかった未来を。そういう世界線もどっかにあったのかもしれませんね。ね。さてさてさてですよ、はい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 、クリスマスの自己肯定感低めエピソードのコーナーで採用された方にはプレゼントをささやかながらお送りしたいなと思ってはいるんですが、はいはい、まずメールアドレスを書いていらっしゃらない方は、ね、もしよければ送っていただければ対応させていただきますっていうのと、はい、プレゼントなんですけどどうしようかなと思ってて。そうですね、ひくらじのグッズ的なものを作りますか。そう、お伝えしたいのはまだこの状態なので気長にお待ちくださいと。絶対でも送ります。あ、絶対送ります、はい、引っ越ししたらもう一回送ってくださいってなるかもしれないですけど。そういうこともあるよね。年末いそちまたこれ考えなきゃいけないこと増えましたよ。そうですな、何がいいかな。自分らの企画なのにスケジュールがあんまり頭に入ってないってことがもう追われちゃってね、毎週毎週 ね大変なんですよ。あれあれってなってそうそうそう、はい。番組各コーナーでは皆さんのお便りを募集しています。概要欄に掲載のひくらじ公式サイトからお気軽に投稿をお願いします。募集しているテーマは質問感想自己肯定感ひくひくエピソードなど自由にお送りください。ふつおた、チャレンジしてほしいことやアプリのアップデート要望などひくらじを広げる投稿をお待ちしています。自己肯定感向上ミッション、我々に熱くプレゼンしてほしいお題を募集。エゴ爆発ライトニングトーク、あの作品を探せ、捜査情報と案件依頼どちらでも OK、 思い出公開捜査となっています。次回の配信もう2021年だよ。やり残したこといっぱいある、やばい。あやばいね。まあ年末年始ですが変わらず1月1日から配信する予定です。予定です。収録で1週間ぐらい時差あるんですけど、あの皆さんからも来年の抱負とかねあれば普通歌で送っていただけたら嬉しいなと思ってます。それでは自己肯定感低めラジオ2020年の配信はここまで。お相手は磯っちこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。良いお年を。